はいえっと、ある医療専門職大学から来ました新田でございます。今回は発達性協調運動障害の評価と指導法ということで解説させていただいております。これあの5年ほど前にえっと一度動画を撮ったことがあるんですけどもそれをさらにブラッシュアップしてですね新しい内容も盛り込んだものとなっています。で第1回は発達性協調運動障害とはということで発達障害とはどういう障害なのかとか。 まその発症要因とか身体的特徴などをお話ししますからえっと第2回は評価法ということでまあ感覚の評価とかえバランスの評価とか協調運動の評価運動イメージの評価などをお話ししますから3回目としては運動指導法ということで実際のまあえと感覚刺激に対する指導法とか体幹の安定性とかえ運動と空間のイメージに対する指導方法 から協調運動に対する指導方法について解説させていただきます。えっと、よろしかったらご覧になっていただければと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えっと、あ、え、る、ー、医療専門職大学から参りました新田でございます。えっと、それでは本日はですね、発達性協調運動障害の評価と指導法ということで、えー、講義させていただきます。で、まず講義の内容なんですけども、えー、発達性協調運動障害と。 が第,1回第2回が評価方法第3回が指導方法という形で進めさせていただきますまあえっと最初ですねその発達性調運動障害とはのところの、まあ、パート1として発達障害とはというとこからあの、えー、説明させていただきたいと思います発達障害とはということですね この講義は発達性協調運動障害についてのまああの説明なんですけども、その前にまあ発達障害とはということをあのご説明したいと思います。まああのえっと発達性協調運動障害も発達障害の中にこう含まれる、えー、障害でして、それでまああのと他の例えばあの自閉症とか、えー、ADHD とかまああの発達性協調障害よりもまああの、えー、一般的に あのあのマスコミ等でで扱われることとが多いかなと思うんですよねそれでまずそちらの方を説明しそれで発達性協調運動障害と自閉症スペクトラム障害とかがこうあのですよ、ね、でまあ,あの併存してるような子どもたちも多いのでそちらをまず理解しておくことが必要かなと思うのでえ、まあ、発達障害のことから説明を始めさせていただきたいと思います。 それでですね、えっと、まあ発達障害なんですけども、まあ、あの現在はですね、まあ、マスコミ等でよく発達障害の話題が出てくると思うんですよね。ただこれ、えっと、昔から発達障害ってこんなに知られていたかというとそうでもないと思うんですよね。でまああのえっと、僕学生だっった頃はまあ発達障害っていう言葉あんまりあの 出てこなかったし学校で工事されることもなかったと思う、まあ、理学療法の,あの学校とかでは。それでですね、まあ、振り返ってみると,、えーとまあ、1980年代の頃なんですよね。それで、えー、と学歴になり学,、えー、学習についていけないとか落ち着いて席に座っていることができないというような子どもたちがいるということがマスコミで随分取り上げられるようになったんですよね。でえーとまあ 僕がねあの、えっと、小学生だったのは、えっと、1960年代ぐらいですけどもその頃でも、まあ、教室に一人二人、まあ、あの落ち着かない子がいたりとか、えっと、コミュニケーションすごい苦手な子がいたりしたんですけどもそんなに特にあの問題視されてなかったかなって気はするんですけどもただねこの1980年代ぐらいから結構そういう子どもたちが目立つようになり。 それで、えっと、そういう子が、まあ、教室にいることでその、えっと、先生がこうあのクラスの運営を、ね、うまくできなくなるようなこ,のことが、ね、随分、えっと、ありましてでその当時、まあ、今の皆さんあの知らないかもしれないですけど学級崩壊なんて、ねえっと、言葉もマスコミに載ったりしたんですよね。でこれは一体どういうことなんだろうということであの調査がありましてで文部科学省が、まあ、2002年 通常の学級に在籍するが特別な教育支援を必要とする児童生徒に関する全国調査ということをしてるんですよねそれで知的発達に遅れがないものの学習や行動面で著しい困難を示す児童がどのくらいいるかというので調査したところ6.3%ぐらい在籍していたとこの時の報告はされているんですよね。だかから意外ととといいるうかでまあ知的な発達と はないにもかかわらずというところがちょっと重要なところかなと思うんですけどもそれでさらに詳しく見ると第1位が学習面で困難を感じる児童生徒が4.5%第2位が行動面で困難を感じる児童生徒が2.9%第3位は学習と行動ともに困難を感じる児童生徒が1.2%ということだったんですよね。これらの多くは、まあ 発達障害という今で言うと、えー、ことになるだろうということなんですけどもそれでその後ですねやっぱりこの,この子たちにはやっぱり特別な支援が必要だろうということで2005年4月からですね発達障害支援法っていうものが、えー、施行されたんですよね。でここで支援法ができたので、まあ、発達障害という言葉が、まあ、一般的に知られるようになったということで、まあ、この辺からマスコミでどんどん捉えられるようになったという。 ことだとだ思いますそれで,でさらにまあいろいろと調査はその,あの当時以降されるようになりましてえと例えば都内の,あの大学病院等で発達障害外来を開始があってそれでえと例えば2012年までにあの初診患者累積数はまあ2,000人を超えていたというような報告になっています。 その診断結果は自閉症スペクトラム障害、これはまあ後で詳しく述べますけども、自閉症を主体とした障害がです、ね、45%、から注意・欠陥・多動障害、ADHD とまあよく略されるものが9%だったとあの報告されているんですよね。で、えっと、これまで生活学校生活に困難を感じた多くの子どもがです、ね、発達障害の認知の広がりとともにまあ認識されるようになってきたという流れだと思っています。 でえっと、でその発達障害についてですね発達障害支援法では、えっと、次のように定義されていますその自閉症アスペルカ症候群その他の広半性発達障害、えー、から学習障害注意欠陥多動障害ですねが、えっと、その他に類する、えー、脳機能障害であってその症状が低 通常低年齢において発現するものとし、政令で定めるものを言うというふうに発達障害を定義しているんですね。これ、日本の法律上の定義という形になりますよね。ちなみに、後半性発達障害は PDD と訳しますし、後半性発達障害は PDD で、学習障害は LD、注意欠陥多動障害は AD、HD というふうに訳されて、主に使われていると思います。それでですね。 まあえっと、今の,あの定義は日本のものでしてそれはまあ今でも特に変えられず使われているんですけどもところが世界的にこの精神、えっと、あの疾患というかあの診断筋準がありまして、えっと、世界的には米国精神医学協会で作成されている精神障害の診断と統計マニュアル DSM というものがありまして、まあ、これについてまあ診断名が。 つけられるような形になっているんですけどもそれがですね2013年にまああの5回目の改訂版というか改訂 DSM5 というのがあの出されましたでこの中で、えっと、日本の定義されていた自閉症アスペルガー症候群及び広範性発達障害がこの新しいですね2013年のえっと診断基準からは自閉症スペクトラム障害 a s d といいうあの診断名に統一されているんですよねここのところが、えっと、日本の方はまだはっきりとは、えっと、法律上は変えられていないんですけども、まあ、診断名としては、まあ、このいう形で2013年で診断基準が変更されていますで自閉症から、えっと、アスペルカ症候群後半性発達障害はまとめてまとめてというかあの区別せず自閉症スペクトラム障害というふうに言われるようになります。 ちなみにですね少しあこれはあの翻訳の問題もあるかと思うんですけども学習障害は原曲性学習障害というふうに、えー、言われるようになりから注意欠陥多動障害ってこれあの翻訳の問題かと思うんですけどもは日本語では注意欠如多動障害というふうに言われるようになりました。でこのねえっとあの日本の定義ではこの、えっと、3つしか出てきていないんですけどもあの後でご説明いたしますが今日の まさにメインの発達性協調運動障害というのは先ほどのまあ法律上の,あの定義ではあの表には出てきていないんですがえっと細かくあのえっと法律の,その,あの条例を見てみると協調運動の障害もそのこのえと発達障害の中に含みますよという,ようなことは書かれてはいるんですね。 障害も発達障害に含めるっていう形になっているんですよ。っていうのはこの自閉症とかえっと中位血管多動障害の子どもたちはまやっぱりえっと姿勢とか運動面にもあの問題をえっと持つものが多いということはまあ,あの認識されてたんですよね。なんかそういう部分も含めますよというふうにはなっています。ただこの発達性強調運動障害という名称がその先ほどの 定義なかったので、まあ、日本ではちょっと認知度が遅れたというような感じになっているかと思います。まあ、後であの詳しくご説明いたします。